アッシュレディオ。さあ始まりましたアッシュレディオのお時間でございます。おはようございます。いやおはようございますいやおはようございますそのアシナさんの挨拶のテンションで、うん、何を僕らは呼び取ったらいいですかね素晴らしいことに気づくね。ありがとうございます僕ら何かを気づかなくてはいけないと、あの視聴者様もそうだと思うんですけど、全く深い意図はないんですよないですね。例えばこの前言った天気だったりだとかいや、やっぱその挨拶っていうのは、はい、大事ですよね間違いないですね。そこのなんかこう、はい、まあ、緩急をつけることは意識してるかな。緩急ですか。毎回さ、はい、あのアッシュレイル始まって音楽流れて始まるから、はい、その挨拶の挨拶からもう毎回こうトーンがこう変える。そうなんですね。そうそうそう。じゃあめちゃめちゃ元気な時もあれば、あのちょっと下げ目に行ってあれ？そう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 、っていうちょっと違和感を覚えさせるっていう。そうそうそう。そうなんですね。あれ今日はっていうのでやっぱその聞く姿勢にさせるっていう。ああなるほど。これはもう技術ですよ。なるほど。確かに芦田さんよくおっしゃってるのはオーラとは違和感であるっていうのを結構よく言うと思うんですけど、うん、それもそれに付随してるんですか。いやそれはその意識しないけど、まあそうなんじゃない。あ、そうなんですね。そのオーラとは違和感であるっていう言葉は、あ、僕も初めて聞いた時、あ、確かにと思ったんですけど、うん、どこからそういう言葉を拾ってきたというか。いやみんなが聞くからだよどういうことですかそれ。聞くじゃんみんなが僕に。あーオーラってどうやって出したらいいんですかなるほど。別にこっち側はさ、別に普通に今まで生きてるわけ。はい、聞かれるから、あ、それ、まあ、言葉にすると、はい、って言って言葉にする。ああ、それって違和感だと思いますよ。なんかあのオーラがすごいです、はい、ってなんで言うのかとか、はい、いや芸能人みたいなオーラがすごかったとかなんか言うじゃん。ああ、なんだろうなと思って。それって、はい、でそれはやっぱりテレビで見た人が現実世界にいるってその違和感がやっぱすごいんだよ。ああ、なるほど。だからそれでしかない。なるほど。で逆に言ったらその見たこと芸能人じゃないんだけどオーラがある人もいるから。どういう方ですか。例えばだそれが違和感ない。ああ、なるほど。なんかすごいちっちゃいのに違和、あのオーラがある人っていうのはやっぱそれなりの違和感がを放ってるわけ。その違和感っていうのは外見的な違和感だけじゃなくて、はい、その話の内容の違和感もそうだし、はい、それがこう尊敬とかの方に、はい、尊敬側の違和感がオーラでしょ。はい、確かに。で、ヒゲ側、ヒゲっていうのはなんだろう、見下す方見下す方、はい、なんか尊敬と逆側、不信感。あ、不信感の違和感は、はい、ただの変なやつや。確かに確かに。わ、なんかおかしいなっていう感じですもんね。そう。でもそのおかしいな、だからなんだろうな、例えば、はい、寒いのに、はい、T シャツの変なやつがいたら、はい、おかしいなこいつと思ったらそんな変なやつになるじゃん。確かにそうですね。でもその人が何かのよ、何かの要素で尊敬されていたりとか、はい、信頼されてるとそれがオーラになるじゃん一気に。ああ、確かに。っていうことで。なるほど、そういうことなんですね。確かにオーラを出したいなって昔思ってたけど、確かに違和感だな、うん、それでは、今日もリスナーの方からの質問に行きたいと思います。行きましょう。はい、行きましょうよ、行きましょう質問です。先日 SARS の回で芦名さんが最後に色学の名前を出していましたが、芦名、うんうん、さんの色学についての印象を伺いたいです。うん、実は私の職場にちょうど先日色学を導入され、うん、結論かなり戸惑っているところでした。うん、具体的にはかなりトップダウンというか軍隊的なマネジメント理論で、チーム外との飲み会禁止などコミュニケーションで弊害が生まれそうだと感じました。一方で禁煙層を筆頭に色学式で成果を出している会社もあるので、組織のカルチャーによって合う合わないがあるのかなと感じています。芦名さんの見解を伺いたいです。なるほど。これはやっぱりこういう問題になりますよね。必ずなるよ。そうなんですか。うん、まず色学っていうところから伺えればなと思ったんですけど、これは色学の話したでしょ。はい。その色学っていうのは、はい、要はマネージメントの教科書。ああ。
要はマネージメントってやり方があるんだけど、はい、そのマネージメントっていうのを今まで体系だっていなかったわけ、はい、でマネージメントっていうのを日本語に訳すと、はい、管理っていうふうに訳されるんだけど、はい、だからマネージャーのことを日本語では管理職っていうじゃん。ああ言いますね。だから日本はいつまでたってもそのマネージメントっていうのは、はい、生産性を最大化させる役職の人のことをマネージャーっていうわけ、はい、生産性を最大化させる、はい、でもその言葉がないの日本語に。あだから日本でいうマネージャーっていうのは管理職って言い返させられちゃって、はい、ただ管理をする、おいお前ちゃんとやってんのか、お前ちゃんとこれ提出したのかっていうことを管理するっていうので発展してきた国だったわけ、はい、だからそのじゃあマネージャーに、はい、じゃあ生産性最大化させてください、売上の最大化、経費の最小化、はい、利益の再投資をしてくださいってできないんだよ。へえ。でどうやってそのチームのバランスを見て、はい、生産性を最大化するのか、売上が立つ、利益が出るチームにするのかってことできない、はい、っていうのを識学っていうのは多分そこにアプローチしたなと思う。へえ。僕も識学っていうのは読んだことないんですよ。あ、読んだことないんですね。読んだことない。そう。見たこともない。見たこともない、うん、でもなんかその周りの経営者からといろいろ話した時に、ああそれ識学っぽいねとか言われるから、ああ識学は極めてまっとうなこと言ってるんだろうなっていう。あなるほど。あそれ識学でも識学にも書いてあったとか言われるから、はあ、なるほど。ああじゃあ識学まともなこと言ってんじゃないかな普通に芦田さんが思ってたことが識学にも書いてあったっていう逆なんですねって聞いたっていうなるほどなるほど。でしかも、僕がすごい本質的なことを言った時に、はい、識学の話をされるから、だから識学は多分ちゃんとしてると思う。なるほど。多分ね。多分。で、ただやっぱりこの本質的な教育っていうのは、はい、本質的な教育カリキュラムっていうのは、はい、本質的な教育者がいる時じゃないと成立しないの。本質的な教育者。素敵な教科書っていうのは、はい、この誰がこの教科書を教えるかによってこの教材がめちゃめちゃ変わるわけ。あー確かに。学校の先生とかそういうことですよね。で、学校の先生の話をすると、はい、まあ、学校の先生はまあ教科書を教えるじゃん、はい、教育委員会が作った教育カリキュラムっていうことに のっとって、はい、その教育委員会が提示した通りの順番で進めるわけよ、はい、でやっぱ日本もアホじゃないから、これがどんな先生であろうが教科書を読んどけば、はい、授業が進むって流れになってるわけ、はい、もうそう仕組み化されてるわけ、うん、だからこんだけ公立中学校、公立学校がたくさんあるわけ。そうですね。国営というか公立というか、ああ仕組みができたわけ。ただ学校でいうとゆとり教育とかある。もちろんです。ゆとり教育っていうのは、はい、ものすごく芯を食ってる日本という国が今後発展していくためのものすごく本質的な取り組みだったわけ。ゆとり教育の本質は何かっていうと、まず詰め込み型の学習をやめなさいと。詰め込み型の学習。日本っていうのは今までこれをやりなさい、はい、これを右に動かしなさい、数字を数えなさい、はい、体を動かしなさい、はい、こうしなさい、こう言われたことをやりなさい、はい、っていうことをずっとこう詰め込み型で、はい、こう受験受験受験って言って覚えろ書け覚えろ書け、はい、ね、やってて、はい、従うことはできるようになったわけよ日本人ってのは。なるほど。トップの言うことに従うっていうのはもう世界を誇る国民性なんだけど、はい、だから今回のコロナとかも、はい、はい、皆さんお店閉めてくださいって言ったら全員自分の店が潰れてても閉めるわけ。すごいだろこの言うこと聞くって。すごいですね。確かに。マジですごいんだよ。で言うこと聞かない人がいたら注意するわけ、はい、マスクしなさいと思ってそうですね。これすごいんだよ。だってアメリカなんかさ誰もその言うこと聞く能力がないからかみんなマスクしないじゃん、はい、で飲食店は罰金とかその経済制裁を食らわない限りオープンし続ける。そうですね。そうだ。でも日本はトップがお願いしたらみんな聞くの。ただその確かそのゆとり教育っていうのを作ったのがものすごい頭のいい人で、東大出身がなんかすごく頭のいい人で、で今後日本が発展していくためには言うことを聞き、はい、聞いてる、聞いて発展するのはここまでだ。でこれから日本が性質経済的に成長していくためには作り出さなくちゃいけないと。うん、もっと全員が自分の頭を使って考えて、うん、新しい価値を提供してっていうことをやんないと、うん、もう近隣諸国にもうどんどん抜かされていくぞって。なるほど。だからもう教育から変えようっていったもう奇跡の改革がゆとり教育だったわけ。奇跡なんですね。奇跡の改革っていうのは、うん、でゆとりってどういう意味かっていうと、はい、詰め込み型をまずやめなさいと、はい、
国語の漢字ドリル、いつまでやってんだバカか。なるほど。それよりももっと議論をして、はい、ディスカッションして、なぜそれが大事なのかっていう時間に費やしたりとか、自分で、学習っていうのを選択して、はい、それを自分で熱意をもっと取り組めるっていう、はい、っていう風にしたわけ。つまり強制力をどんどんなくして自由を増やしてたわけ、はい、でこのゆとりの中にクリエイティブが生まれるんだっていうのがゆとり教育なわけ。そこまで考えてのゆとり教育なんですか。そりゃそうだろ、教育方針変えてんだよ。だってなるほど、この日本が国を挙げて、だからもうものすごく本質的な教育方針だったわけ。ところが、はい、何が起きたかっていうと、これを指導できる教員がいなかったの。なるほど。今までは1時間目から6時間目まで英数国理社体育音楽みたいな、はい、そうですね、もう詰め込みがだったわけ、はい、で何が起きたかっていうと、英数で3限目4限目3時間目4時間目っていうのは自由学習っていう時間が生まれたわけ。自由学習になったんですか。うん、で自由学習って言っても、はい、その世の中の教師が、はい、教育委員会から、はい、じゃあこれ自由学習教えてって言われても分かんない。その教師たちは自由なんか今まで手にしたことないから。確かに言われるがままにやって受験をして、言われるがままに試験を受けて受かってきた人たちだから、はい、自由時間、うわぁ自由時間、お前ら勉強しろ座れって言って、また強制的に勉強させてしまったわけ。だから本当発案者の目的通りに運用ができなかったの。ゆとり世代だからこれは、でもこれはなんかゆとり世代ってすごいバカにされるじゃん、はい、でもゆとり世代が悪いんじゃなくて、これ教師と方針が合致しなかったっていう、そういう話。で今回 の, その質問したその識学とか、はい、その素晴らしいマネジメント方法っていうのも、はい、その本質はめちゃめちゃ理にかなってるんだよ。で多分その隣の部署とのコミュニケーションとか飲み会禁止とかっていうのは、はい、隣の部署に頼っちゃうと自立しないじゃんこの部署が。そうですね。だからちゃんと部署の責任っていうことを明確にして、この部署単体で生産性を上げていきましょうっていうことは多分ね。識学読んだことないから分かんないけど、その理論は。そう、なるほど。だから それ自体はすげえ理にかなってるわけよ。でもその時に、なんで隣の部署飲み行きたいっすよ、なんなんすか、そのせいでコミュニケーション取れないんですよっていう言い訳も確かにわかるじゃん。わかります。でも本質はそれやっちゃいけないんだよ。自立しなくちゃいけない、自走成長しなくちゃいけない。そういうことだ。でだからその従業員が文句言うのはわかるよ、はい、自走成長っていうことが目的じゃなくて、はい、助けてもらうことが目的だから。あ、でもそもそもそのマネジメントっていうのはそれが問題だっつってるわけ。なるほど。お前がすぐ隣の部署に助けてくださいって言うから隣の部署の仕事が進まない。じゃあお前たちは何を生み出してんだなるじゃん、はい、だからお前らちゃんとやれっつって、隣の人と関わらないでお前らだけでやれっていう。なるほど。考えろと。でそれを成功させることこそが会社を大きくするんだっていう多分考え方。すごいな識学。そうなんです。いや知らないよ。マネージメントっていうのはそうだから。ああなるほど。軍隊ではないマネージメントっていう、マネージメントっていうやり方はそういうことなんだよ、はい、で識学はそのマネージメントっていうのを言語化してるわけでしょ。そういうことなんですね。だとしたら多分そうだと思う。なるほど。自走成長しなさいって。で軍隊のやり方っていうのは、はい、自走成長させずに鬼教官がいて殴る蹴る怖いってやらせるわけ。なるほど。やれと。そう。恐怖心でもう そうそうそう言ったことをやれと。そうで結局その従業員がそういう、うん、そう揉めた時に、はい、いや違うんですよ、これは自走成長させることが一番大事だから、そういう従業員がいたら従業員はこういうふうに言わなくちゃいけないっていう、その教えられる人がいないと、はい、マネージメント。なるほど。結局どんだけ素晴らしいそのマネージメントカリキュラムがあっても、はい、その通りやってないんだ。なるほど。確かに。でもう、もうほとんどの問題っていうのは、はい、言われた通りにやってないことで起きるんだよ。なるほど。でゆうまくんも最近あの会社のお仕事とかをたくさんやるようになって、はい、勃発する仕事は誰かが言われた通りにやってない以外問題起きないじゃん。確かにそうかもしれないですね。必ず問題っていうのはもうその通りにやったらもう目つぶっても仕事できるわけ。なるほど。でも誰かがどこかで言われた通りにやってない。そういうことか。なんか今回の識学とかももうそのカリキュラムに従ってやったらいいのに、やんないやつが やんないやつがいいんだよ。なるほど。それが問題だと。そう、隣の部署と飲みに行くなら飲みに行かなければいいの。確かに。
確かにそうですよね。何もあの文句を言う必要もストレスを感じる必要も何もない、やんなければいいんだよ。確かに。でもみんなやるわけよ、それなんでなんすかね。その反骨精神、反発心っていうんですか、反抗期みたいなのがあるじゃないですか、うん、そういう感じなんですかね、うん、困るよね、それ。だから日本は、はっつって、お前なんで言われた時にやんねんだ、バカかっつって、じゃあもういいっつって、お前みたいな言われたことをやれないやつはそもそも採用しないってやったのが大企業で、で大企業っていうのは、はい、その受験勉強だよ、はい、で受験っていうのは俺がこれあの1ページから100ページまで全部出すからこれ全部覚える、覚えないんだったらもうお前ダメ確かに言われたことやらないんだろお前じゃあもう採用しないっていうのが受験じゃん。そうですね。そうだから受験受かるってことは言われたことができる人なんだよ。そういうことか。そうだよ、その判断基準だから学歴は伊達じゃないんだよ。なるほど。受験してる人、受験で競争率が高いところを勝ち抜くっていうのは、はい、言われたことがちゃんとできる人。確かに。だから大企業っていうのは言われたことをちゃんとできる人しか採用しないじゃん。そっか、だから大企業なんですね。そうだよ。だからあとはあの野球、はい、野球っていうのはもう坊主にしろってみんな坊主にするわけ。確かに。坊主にしろって言われたのにロン毛でもいいですかってやつはもう採用しないわけ。確かに、やめろ。それとも野球部じゃなくなっちゃう。そうですね。だから野球部出身と、はい、野球だから体育会系人材も求められるのはそういうことね。言われた通りにやるから。はあ、なるほど。で受験なんで高学歴がいいかって言われた通りにやるからっていう人だけを採用しましょうよって言って大企業できるわけ。なるほど。これミスっちゃうと受験にことごとく敗れてきた人は言われたことやってないんだよ。だって試験範囲決まってんだよ。確かに。これ勉強したら受かるって言われたのにそれやってないんだよ。確かに。それ予備校に行ってもやらないんだよ。確かに、できなかったな。なるほど。言われたことをやるってすごく大事なんです。すごい大事だよ。すごい大事だよ。でそれをもう一回だってもう20年30年かけてその人は成長してるわけよ、はい、で20年30年言われたこと やってこなかったわけでしょ。それをなんかやらせるの無理だよ。無理ですね。あと 2,30 年かかるよ。確かに。言われたことをやる、これが一番最強っていうことですね。ありがとうございました。ありがとうございました。